この先ほども言いましたけど、これから出ていただく、成田ですよね。成田神楽は石取山八幡町というのがあります。今は花巻市ですが、そこにある八幡神社に伝わってきた、お麦の竹の愛弟子であった八幡神楽の、弟子ですの、そしてまた伝わったということで、その実はもう八幡神楽はなくなっちゃって幕神楽はできないですね。でそういう中で、成田神楽さんは、まあ、なんて言うんですかね、そのまま連綿と続けてきていたということです。そして同じ弟子神楽っていうのもあるんですが、八幡神楽の浮田神楽っていうのは弟子神楽なんですが、そこは途中で、竹神楽にまた直接その習いに行って竹神楽の方の形を伝えてるんですね。でも成田神楽さんは長いその時代の編成の中で竹神楽とはいささか違う舞い方が随所にあります。まあ、それはその長い伝承の歴史の中でそれぞれの師匠さんたちが独特のその舞い方を編み出してきて定着していったということですね。それと、まあ、演目というのは大方変わらないんですが、私そのオロチを見たことないのでわからないんですけれど、やっぱり若干違ってくるきますね、その表現の仕方が。まあ、そういう点で今日のオロチは小学生、オロチは何だろう、まあ、基本的には変わりません。わかりますよね、オロチはね。スサノオミコトが、ナマタのオロチを退治して、宝剣を手にして、そして出雲の国を治めると。で、そういう物語の筋立てになっております。あ、準備ができたら声かけてください。その間喋ってますから。はい、それでは師匠の方にちょっとお話をしていただきます。竹神楽はお耳を崩しっていうところまで取るのではございませんけど、絡みが入っておりますので、お耳を外して絡みをやっていただきたいと思いますから、ご了解をしていただきたいと思います。今言ってたことはですね、竹神楽の場合は崩しに入らないと面は取らないんですけれど、子供たちなので、危険な絡みがあるところですね、刀使ったりそういうところになると面を外させていただきますということです。ですからそこは面をついてると思って、その顔をそのまま印象に残して見てください。子供たちですから、刀使いをした人にですね、事故があってはいけないという、保存会様の配慮だと思います。そういうわけで、この八幡のオロチというのは非常に神楽の中でも非常に人気の高い演目ですね。意外と竹神楽ではオロチやらないんですよね。これは不思議なんですけど、大津ぐらいにしても、あまりやらないんです。ですからそういう意味では今回の上演というのは非常に貴重です。黒森神楽って映画の方の神楽ですと、もうメインになってこれは必ずやります。ヤマタノオロチが会場を駆けずり回ってですね、もう絡みついたりして、非常に楽しい演目、大事なし神前であると同時に皆さんを楽しませてくれる前、娯楽性と神事性が両方ある神楽と言ってもいいんではないでしょうか。まだ増えます。そういうわけで成田神楽さんは毎年舞染めという形で集落でやっておりますので、ぜひ皆さんも一度行ってみていただきたいと思います。今日は1演目だけですけど、そこでは5、6演目やりますので、そういう時にじっくり神楽を見ていただくのが一番ですね。それではよろしくお願いします。
にてましますぞよの。大我は日本舞踊三王の御子となり、一夜の宿を貸したまえ。今宿は参らせとうは存ずれども、我が家に大事の候なり。我が家の大事の候とはいかなる候にて候よ。おお、ご覧の通り、手なづち、足なづち、夫婦のもので、稲田姫とて姫一人持ち候。これより北にあたり、千畳の谷あり。頭は八つ、角は十六、背峰20キロの大蛇住んで候。かの名をば、おろちといえる。通い候ゆえ、変わりて見て候、今に大蛇の来たるべし、どなたにも御んやと参らせ候。その大蛇のことなれば、我が人力にて沈みで取らすべし、次夜の宿を貸したまえ。Thank you.
川に出て神阿蘇さんという名前へ。佐野のことをまた気分はいかがでしたか。ちょっ
と間違っちゃったけど、うまくいったんで。最後の方はうまくいったんでよかったです。はい。足なんですね。はい。何年生ですか。小学校1年生です。何年生ですか。あ、そうですか。はい、皆さんはどっちでやるの？食べられるものを食べられなかったですね。で、おばあさんですね。いかがでした？このようにですね、少年少女が何だかんだでは師匠の指導のもとに頑張っております。今後ともいろいろ応援をいただきたいと思います。よろしくお願いします。もう一度この活躍を見ることもできると思いますし、さまざまな演目をありますので、こういう若い力を借りてどんどん復活させて、本格的に皆さんに見かけることができるんだと思います。